はい、皆さん、こんにちは。はい、ということで、えー、今日はですね、9月、えー、10、9月20日ですか、今日は、えー、火曜日となっております。えー、本日は私、えー、まあもう、追い込みは先週に上がっていて、えー、昨日も調整練習をしてですね、まあ今日も、えー、今日はですね、えー、練習を、 オフにして完全休養というか、えー、体をひたすら休めております、えー、こちらいつも私の、えー、SNS などでたまに乗せているんですけどなじこれは何かというとですね酸素吸引器ですねこっから、えー、酸素が出ておりますこれを吸うことによって えまあ疲労が抜けたり細胞の活性化というかいろいろ図られるということで、えー、疲労回復にとてもいい機会です、はいえー、試合まであと5日ですね、えー、髪の毛も昨日こういうふうにザッと刈り込んでですね、えー、おりまして今日はこの後5時からこっちをちょっと髪をえいつもの試合用の色に染めたいなとあ染めに行く予定です、えー、髭も伸びて 眉毛も伸びて結構今汚い感じになってるんで、えー、しっかり綺麗に整えに行きたいなと、えー、そういうふうに思ってます、えー。最近の近況といたしましてはですね、えー、プリズンブレイクですか。えーまあ、過去僕はもうプリズンブレイク、昔もうあれは10年以上前かぐらい流行って、その時から見てたんですけど、またちょっとね、 えまあ試合前になってくると本当練習だけしかできなくなってくるのでえまあそういう映画を見たりするんですけど今回久しぶりに「プリズンブレイク」をシーズン1から見てですねえ今シーズン2が終わってえーソーナにえー送られるそこからシーズン3が始まるっていうところまで見てですねえそういう風に過ごしておりますえ皆様今週日曜日、えー ぜひとも会場に、まだ悩んでる方は会場に来てみて、見に来てほしいですし、えー、ぜひ、あの、ペーパービューで応援してくれれば、まあ、鬼久保コードありますので、そちらで見ていただければ嬉しいです。えー、キムスーチョル選手、まあ、日韓戦ということで、本当に熱い試合になると。 思ってますえー、もう本当にこの試合が、えー、この試合に全てをかけてね、戦いたいと思っているので、応援よろしくお願いいたします。こんな感じで、体も、絞れてきております。では皆様、えー、本日も良き一日をお過ごしください。あと今日ですね、この座について、あのー、本ちゃんのおぎチャンネルの方で、 説明動画というか、なぜざっと借り込むのかというのをあげますので、そちらも見ていただければ嬉しいです。え、見て、ぜひいいねボタン押してください。では皆様、ご視聴ありがとうございました。